で拝命します。ユキのキャラはユキリンだから。了解。あんたはそのまんまキャンで問題ないわね。最低でもこのぐらいこなしてもらわないと困るわ。はい、クラスの出し物で。そうですね、脱力の練習とかでしょうか。自分の体の脱力状態と緊張状態を知っておくことはとても大切です。リラックス効果もありますしね。試しにやってみますか。まずここに仰向けになって力を抜いてください。慣れないうちは目を閉じるとやりやすいと思いますよ。はい、
もっともですね。では、真剣にやるとしましょうか。何でしょう？違うでしょ。練習はもう始まってるのよ。役になりきりなさい。呼び方よ。ゲーム中のあだ名を決めたでしょ。いっちゃんも本名で反応しないこと。わかりましたよ。スズミったら、いや、あるよ。ほら、あんたも。さすがにこれは恥ずかしいですね。いやあ、今日は随分進みましたね。あなたのアシストのおかげですよ。こうして実際に録音されたものを改めて聞いてみると、あだ名で呼び合うのは恥ずかしいですね。言う方もですが、言われる方も恥ずかしいですよ。あ、でもあなたの場合は慣れていますね。普段からあだ名で呼ばれていますから。僕は言いやすくていいと思いますけどね。それはちょっと。やれやれ、勘弁してください。もしかしてあなたは僕をそう呼びたいんですか？いやあ、今日は随分進みましたね。あなたのアシストのおかげですよ。